サンタフェ市全景サンタフェはアメリカ合衆国のニューメキシコ州北部に位置する同州の州都。人口は67,947人。建国より遥か前の1607年に創設された長い歴史を持つ都市でアメリカ合衆国に現存する都市としてはフロリダ州のセントオーガスティンに次いで古い。アメリカの宝石と呼ばれ歴史的な街並みや建築物を残し、 独特の食文化を持つ観光都市として栄えている。また、同市は芸術家が多く住み、美術品にあふれ、音楽祭や工芸祭が開かれる芸術の街としても知られている。氏名はスペイン語で聖なる信仰という意味である。正式な名称は、ラビア・レアル・デラ・サンタ、フェデサン、フランシスコ・デ・アシスといい、これは日本語では、アッシジのフランチェスコの聖なる信仰に、 忠実な王都という意味になる。サンタフェ一帯には、紀元前1万年頃から遊牧系の原始インディアンが活動していたと考えられており、農業は5世紀頃に開始された。11世紀中頃から、ティワ族に属するプエブロインディアン民族が定住し、15世紀には5000人規模の日干しレンガによる積層型の集落を形成していた。1610年に完成した。 総督特定。現在は、博物館になっている。1540年に、ヌエバガリシアの町、コンポステーラから遠征してきた、フランシスコ・バスケス・デコロなどにより、北部ニューメキシコ一帯は征服された。1598年、フアンデオニャーテがこの地に、ヌエバエスパーニャー副王領の新しい州サンタフェデ・ヌエボ、メヒコを創設し、 サンタフェはその首都として1607年に建設され、入植が始まった。都市を建設した第三代総督、ドンペドロデペラルタは、この都市をアッシジのフランチェスコの聖なる信仰に、忠実な王都という意味のラビリアレアルデラサンタ、フェデサン、フランシスコデアシスと名付けた。1610年には、総督邸が完成し、正式にヌエボメヒコの首都となった。スペイン人は、 プエブロインディアンを強制的にキリスト教に改修させたが、同時に先進の農業手法をプエブロ族にもたらし、ナバホ族やアパッチ族からの防衛を行ったため、両者はうまく共存していた。しかし1670年代に基金が一体を襲うとスペイン統治は弱体化し、1680年にはメディスンマンの取り締まりに橋を発して、ポペに引き入られたプエブロインディアンが、 武装放棄し、プエブロの反乱を起こした。プエブロ族は、サンタフェからスペイン人入植者を追い出し、10年以上にわたり、部族統治を行った。プエブロの反乱は、北米市で成功を収めた数少ないインディアンの反乱の一つとして知られている。ところが、サンタフェの統治権をめぐって、プエブロ族内で、激しい内紛が絶えず、また食べ重なる飢饉のためプエブロ族は、 次第に統治能力を失った。1692年にディエゴデバルガスに率いられたスペイン軍がサンタフェでプエブロ族の州長たちと話し合い、この地を無血占領すると、サンタフェは1810年までヌエボメヒコの首都として栄え、同年に勃発したメキシコ独立戦争が1824年に終わると、サンタフェは新生メキシコの憲法によって、 メキシコ領ヌエボメヒコの州都となった。1845年のサンタフェトレイル、赤線1821年にアメリカ合衆国のウィリアム・ベックネルがサンタフェトレイルを開通させるとメキシコや合衆国、テキサス共和国からの人や物資がサンタフェに運ばれるようになり、平原のインディアンたちはインディアン奴隷やバッファローの毛皮など交易品をメキシコ人に売って 馬と交換し、このサンタフェを起点に平原に馬を持ち込んだコマンチ族やスー族は一大騎馬民族となっていった。また彼らの元を脱走した馬は野生馬ムスタングとなっていった。1841年、テキサス共和国はサンタフェトレイルの支配権を確立すべくオースティンから将軍隊と大将を出発させた。サンタフェ出世として知られるこの遠征は、 準備不足が災いし、すぐにメキシコ軍に撃退された。1846年に米北戦争が起こり、その2年後に終戦条件を定めたグアダルーペイラル5条約により、アメリカ合衆国は他のメキシコ領と共にこの一帯を正式に割上され、これをニューメキシコ準州とした。 セイフランシス大聖堂1851年にはジャンバティスト・ラミー大司教がサンタフェに到着し、セイフランシス大聖堂の建設を始めた。1863年、南北戦争の最中に、市は南部連合に短期間選挙されたものの、すぐにアメリカ合衆国に奪還された。1880年にはカンザス州アッチソンとサンタフェを結ぶアッチソンとピカーンド、 サンタフェ鉄道が開通した。鉄道の開通と電報の発明により、サンタフェとニューメキシコ巡州は産業革命を迎えた。開通当初は、サンタフェは鉄道をさらに精神させるにあたって重要な拠点になる予定であった。しかし、ニューメキシコ巡州内の建設が進むうちに、技術者たちはサンタフェを取り囲むサングレでクリスト山脈に鉄道を通すのは、 現実的ではないと判断し、市の南のラミーに駅を置き、そこを精神への拠点とした。しかし、アルバカーキまで、そしてさらに西へと鉄道が通じると、サンタフェの街は次第に錆びれ、経済的な地位は低下していった。1912年、ニューメキシコ準州は、連邦の47番目の州に昇格し、サンタフェは、ニューメキシコ州の州都となった。 サンタフェに初めて飛んだ航空機はライト兄弟の弟子であったローズデュガンの操縦によるものであった。この飛行機にはプロイセンの貴族の家系の出であるベラフォンブルーメンタールが登場していた。この両名はプエブロ族の伝統的な石器に着目し、1922年にプエブロ族の焼き物や宝飾品を展示即売するサンタフェインディアントレードフェア開催へとこぎつけた。 両名のこうした活動により、プエブロ族の石器は世界中に知れ渡るようになった。1926年には国道66号線が開通し、流星し始めた自動車交通がサンタフェを西海岸や中西部の都市と結んだ。1976年には、プエブロインディアンの文化交流のためのインディアンプエブロ文化センターが開設され、 インディアン以外の観光客などにも彼らの行事が見学できるようになった。サンタフェは北緯35度40分2秒整形105度57分52秒、北緯35.66722度整形105.96444度、35.66722-105.96444に位置し、東京特部とほぼ同位度である。アメリカが衆国統計局によると、 サンタフェ市は総面積96.9平方キロメートルである。このうち96.7平方キロメートルが陸地で0.2平方キロメートルが水域である。総面積の0.21%が水域となっている。サンタフェは全米の州都の中で最も高所に位置する。海抜2000メートルを超え、州内のアルバカーキやマイルハイとして知られるデンバーよりも高い。 高所に位置するシュートとしては次のような例がある。サンタフェ海抜2130メートル、シャヤン1849メートル、デンバー1603メートル、カーソンシティ1442メートル、ソルトレークシティ1300メートル、ヘレナ1247メートル内陸、かつ、高地の乾燥地帯にあるサンタフェは、気温の年角差と比較差が共に大きい。冬の最高気温は、 摂氏6度ほどだが、最低気温は氷点下7度まで下がる。夏の最高気温は摂氏30度に達するが、最低気温は摂氏13度まで下がって、涼しくなる。夏の降雨量は月間25から50ミリメートルで、冬の降雪量は月間12センチメートルほどである。年間降水量は250ミリメートルほどである。の気候区分では、 bs に属する。観光は、州政府に次いで、サンタフェの経済を支えている重要な産業である。過ごしやすい快適な気候や、冬のスキー、夏のハイキングなど、野外活動の機会に恵まれ、治安が良く、歴史、芸術、文化の豊かなサンタフェは一年を通して、多くの観光客を引きつけている。観光の中心となっているのは、ダウンタウンの歴史地区。 特に総督邸に隣接するプラザの周辺である。この地域には人気リストランが数多く立ち並び、有名シェフの料理を目当てに訪れる観光客も多い。ダウンタウンの南4キロメートルほど、博物館、美術館が集中するミュージアムヒルやアートギャラリーが並ぶキャニオンロードも観光の目玉となっている地域である。サンタフェ観光のベストシーズンは9月中旬である。 この時期になると、サンタフェの東に横たわるサングレで、クリスト山脈を覆うアメリカ山ならしが黄色く染まり、空が青く澄み渡る。また、毎年恒例の祭り、フィエスタスでサンタフェも、この時期である。1712年より続く、この祭りのハイライトは、王のや憂れを象徴する、ゾゾブラと呼ばれる、体長約15メートルにも及ぶ巨大な人形を燃やす、時である。 クリスマスシーズンには街がファロリートスまたはルミナリアと呼ばれるニューメキシコ特有の紙製の灯籠で飾られ特にキャニオンロードでクリスマスイブにも用されるファロリートウォークは多くの観光客を集めるサンタフェから日帰りで行き来できる近郊の名所としては北へ約1 1 0トルに位置するユネスコの世界遺産にも登録されているタオスプエブロ族の居留地 約5 0トルに位置する歴史的なバンデリアナショナルモニュメントが挙げられる。サンタフェ郊外のポホアケヘプエブロ族の保留地内にはバッファローサンダーカジノリゾートがオープンし多くの観光客を引きつけている。当期のスキー場としては、岸の北約2 5トルにスキーサンタフェがあり、ダウンタウンから北東約8キロメートルには万波という純和風の温泉スパもある。 サンタフェ周辺には複数のプエブロ族の保留地がある。コチキ族のように部族によっては観光客をもてなすものもあるが、ヘメス族のように村への立ち入りを禁止しているものもあるので、まずはインディアンプエブロ文化センターへの確認が必要である。サンタフェは文化の多様性を反映した芸術の街としても知られている。市やその周辺は自然景観や 同植物などの自然美に富んでいることから、ジョージア・オキーフをはじめとする多くの芸術家を引きつけてきた。同市には、オキーフの名を冠し彼女や共同したアーティスト、関連するテーマの作品を展示する、ジョージア・オキーフ美術館がある。同美術館に展示される、彼女の作品群は2006年3月現在1 0点に達する。市内には、 セイフランシス像をはじめ、モホーク族の聖女カテリテカクイサなど、たくさんの聖人の像がある。また、セイフランシスは、動物愛護の守護聖人としても知られることから、市内の至るところに、カラス、牛、像、家畜など、あらゆる動物の像がある。これらの像はバロックからポストモダンに至るまで、様々な様式で作られている。サンタフェの芸術品市場は、ニューヨークに次ぐ、 全米第2の大きさでギャラリーや美術賞の数は230を超える。キャニオンロードには1マイルに及ぶ道筋にブティックやカフェと並んでアートギャラリーが軒を連ねアメリカ芸術界の最先端を行く街となっている。これらのギャラリーはサンタフェ発祥の実験芸術である現代サウスウェスタン芸術に加えタオスマスターズ芸術、さらには プエブロ族やナバホ族の工芸品を中心としたインディアンアートやインディアンジュエリー各国の民族芸術をも展示し取り扱っているアメリカのアーティストにとってキャニオンロードのギャラリーに絵を展示されることは一つのステータスとなっている美術品の市場としては7月にはサンタフェ国際アートマーケットやトラディショナルスパニッシュマーケットが8月には サンタフェインディアンマーケットなどが開催されている。サンタフェはオペラやコンサートでも知られている。サンタフェオペラは1957年にジョン・クロスビーによって設立され、毎年6月末から8月末まで連日、公演を行っている。全米で最も美しいと言われるオペラ劇場に世界的に有名なオペラ歌手を招いて行われる。 サンタフェオペラの質は極めて高く、特に人気歌手の公演のチケットは入手困難となっている。ほぼ同じ時期にはサンタフェ室内学祭も開かれる。同音楽祭の会場となっているレンジックシアターは、開館当時は映画館であったが、現在では演劇、音楽コンサートなどに幅広く使われており、学会や国際会議が開催されることもある。 レンジックシアターは、サンタフェ公共楽団や、アスペンサンタフェバレエ団の本拠でもある。市内の楽団としては他にも、サンタフェコミュニティオーケストラやサンタフェ聖活隊などがある。サンタフェには、劇場が多く、演劇やミュージカルの上演も、盛んに行われている。サンタフェ住民の芸術、文化への理解が高いこともあり、サンタフェには、美術家だけでなく音楽家や、小説家、 舞台俳優やダンサーも多く住む。サンタフェはインディアス法と呼ばれる都市計画の規則のもとに建設された。この規則は1573年にスペイン国王フェリペ2世によって確立され法制化されたものである。この規則に基づいた都市建設の原則はプラサを中心として都市に必要な建物を建設していくというものである。サンタフェでは プラサの北隣には、総督邸が、東隣には後に、聖フランシス大聖堂となる教会が建設された。また、もう一つの原則は、都市の通りは、中心のプラサから放射状に伸びるというものである。最初は狭い通りが多く、裏通りもあったが、次第に都市と周辺の農村部とをつなぐ道へと、発展していった。 サンタフェは19世紀に発展を遂げていくにつれ、その時代を反映した様式で街が整備されていった。しかし、1912年にニューメキシコが州に昇格すると、計画性のない都市設計により、サンタフェがアメリカのどこにでもある街になってしまうのではないかという危惧が生まれた。精神する鉄道敷設がサンタフェを避けて以来続いていた。 経済的な衰退もあって、市は観光振興の一環として、他に見られない独自のスタイルを確立しようとした。総特定をはじめとする歴史的な建物を修復し、リオグランデ川流域のプエブロ族の伝統建築に習って市内の建物の外観をアドビ風に統一した。1930年頃になると、今度は白い壁や霧妻屋根といった、 スペイン植民地復古様式の建物を建て始めた。こうして、サンタフェは他に見られない独特な景観を持つ街になっていった。1958年の条例では、建物の新築、改築の際には、スペイン植民地時代の様式、または、プエブロ族の様式を踏襲するように定めた。しかし、新しい建物の多くは外観こそ、 スペイン風の白壁やプエブロ族のアドビ風であるものの木材やコンクリートといったよくある建築材を用い外観に漆喰細工を施したものが多い。地元住民はこのような建物をフェイクアドベと呼んでいる。サンタフェのランドマークの一つにもなっているニューメキシコ集会議事堂は植民地時代の様式と新古典主義建築の両方の影響を受けた建築物となっており、 アメリカ合衆国議会議事堂を模した形であることが、大分州の州庁舎とは一線を画している。主な建築物以下に挙げるのは、サンタフェの名所となっている、主な歴史的建築物及びランドマークである。リストラ。サンタフェ近郊の市場にてサンタフェには著名なレストランが、数多く立ち並ぶ。プラザ周辺には、シェド、トマシータズ、ピンクアドビなど、 伝統的なニューメキシコ料理のレストランが多いが、世界各地の料理も楽しめる。また、観光地で多文化社会のサンタフェを反映し、コンテンポラリーグローバル、キュイジーンと呼ばれる、フランス料理やイタリア料理を基本としつつも、ニューメキシコ料理やラテンアメリカ、アジアの料理などの要素を融合させた現代的で、斬新な料理のレストランも多く、レストランマーティン、コンパウンドレストラン、アナサジ、 ジェロニモ、コヨーテカフェ、オールドハウス、フエゴなど全米的に名前の通ったレストランも点在する。サンタフェではニューメキシコ料理の保存と研究が盛んに行われている。唐辛子の収穫期に合わせ毎年9月下旬に市内で開催されるサンタフェワインとチリ祭ではインゲン豆と並んでニューメキシコ州の公式野菜とされる。 地元産の唐辛子に対する思い入れが伺える。サンタフェ周辺では、リストラと呼ばれる赤唐辛子の房が民家や店舗の軒先を彩っているのがよく見られる。サンタフェ料理学校では、市内の著名な料理人から伝統的なニューメキシコ料理をはじめ、アメリカ合衆国南西部のインディアン料理、メキシコ料理、スペイン料理及び現代南西部料理の技法を学ぶことができる。 サンタフェの博物館、美術館群は、質、量ともに、ニューメキシコ州内のみならず、世界的にもトップクラスであり、これらの多くは、プラザ周辺及びミュージアムヒル地区に集中する。多様な文化を反映し、サンタフェは、芸術、演劇、音楽関連の大学が充実している。また、サンタフェ市民の間で、東洋医学が広く受け入れられていることもあり、新旧。 マッサージの大学、専門学校も有名である。市の玄関口となっている空港は、市の南西約1 4キロメートルに位置するサンタフェェ営空港である。アメリカン航空が、ダラス・フォートワース国際空港とロサンゼルス国際空港、ユナイテッド航空が、デンバー国際空港、グレートレイクス航空が、デンバー国際空港とクロービスシェ営空港より乗り入れている。 実際には多くの航空会社が就航しているアルバカーキ国際空港を利用する人が多い。アルバカーキ空港には複数のレンタカー会社が隣接しており、またサンタフェ市内のホテルへは空港よりシャトレバスが出ている。さらにアルバカーキの近郊列車として2006年に開通したニューメキシコレールランナーエキスプレスは2008年12月にサンタフェまで全通した。 このレールランナーはアルバカーキ国際空港付近にも駅を有しており、駅から空港まではシャトルバスが運行している。市の南を週間高速道路25号線が走っている。I-25 はロッキー山脈の登録を南北に走る週間高速道路である。アルバカーキは南西へ約 100km 車で所要1時間ほどである。また、 市の南にはグレーハウンドと提携している TNM&O のバスターミナルもある。最寄りのアムトラックの駅は南へ約3 0トル離れたラミーにある。この駅にはロサンゼルスとシカゴを結ぶサウスウェストチーフ号が停車する。市内の交通としてはサンタフェトレイルズが路線バスを運営しダウンタウンに急路線を走らせている。以下は2000年の国勢調査における 人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人高校生世帯と、家族サンダフェは、以下ご都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。